山雅治、自宅への不法侵入事件に、言及、ファンのイメージ悪化を憂慮。歌手で、俳優の福山雅治が、2016年5月28日、自身がパーソナリティを務める東京 FM 福のラジオで、5月6日に発生した自宅への不法侵入騒動について言及した。最初の CM 明け、福山は、私の個人的な事件報道でお騒がせいたしまして、ご心配をおかけいたしましたと切り出し、怪我もなく、何事もなく、取られたものもなく、とりあえず無事なんですと報告したが、とはいえ、気持ちのいいものではないと心境を明かした。福山は、こういう機会だから言いますけどと改まり、25年以上の活動で、デビューしてから、今までいろいろあった。怖い思いもした。表面化していないものもあると、これまでの活動を回想。その上で、一番嫌なのは、福山のファンはこうなんだというざっくりとしたマイナスイメージで取られないようにしなくちゃと、今回の事件で福山ファンのイメージが悪化することを憂慮した。自身のファンは、いい人、優しい人が多いとフォローし、今までも、いろんなことがあったけど、僕は変わらずに、これまで通り、ファンの方を信じてますからと呼びかけ。そして、今までと変わらず、これからも、僕をはじめ、僕のスタッフは、ファンのあなたを信じてますので、変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたしますと語りかけた。事件は、5月6日、福山と妻で、女優の吹石和恵が暮らす東京、渋谷区のマンション居室に侵入した疑いで、同マンションの管理や住人の世話をするコンシェルジュの女が逮捕された。吹石は、現場で犯人と鉢合わせしたと報じられていた。吹石の所属事務所は、5月23日、公式サイトで、吹石の近況について、元気に過ごしておりますのでご安心くださいと伝えた。